ドルニエ228エローカードルによるドルニエ228の離陸新中央航空のドルニエ228ドルニエ228はドイツのドルニエ社により開発された短距離着陸性能に優れた総発ターボプロップ旅客機である。2002年にドルニエ社が経営破綻したことで生産はストップしていたが、 2010年より形式証明を保有していたドイツのリューグエアロスペース社が DU-228NG の名で生産を再開した。日本国内では新中央航空が現在運航している。また、インドのヒンドスタンエアロノーティクス社がインド軍向けにライセンス生産を行っている。1970年代にドルニエ社は新しい形状の総流翼を開発し、 二28を改造してこの新しい翼を試験した。次に、ドルニエ社は TNT 翼のための新しい機体、15人乗りの E-1 と19人乗りの E-2 の2機を開発した。E-1 は1981年3月21日、E-2 は1981年5月9日に初飛行を行い、E-1 は Do228 から 100E- には Do228 から200となお1982年2月に Do228 が初めての航空路に収益した。日本で同機種を最初に導入したのは日本エアコンューターであり、1983年12月10日に運航を開始した。1983年 HAL 社がライセンス券を購入。 ドルニエ社だけでなく HAL 社でも生産されることになった。1996年にはドルニエが合併し、フェアチャイルドドルニエとなったため、フェアチャイルドドルニエが販売と生産を引き継いだが、より優れたドル328に生産ラインを譲るため、ドル228の生産は1998年に終了した。しかし、同系機サイズの新機材を求める需要の高まりもあり、 2010年より形式証明を引き継いだルグエアロスペースがコックピットの電子化、プロペラブレードを5羽にするなどの各所回収を行った機体を形式名ートル228から 212NG として生産を再開、日本の新中央航空が最初の同系機の導入会社となった。日本における代理店は航空専門商社の創実エアロスペースである。なお、 ドゥー228は民間機の他にも軍用機や沿岸警備用としてヨーロッパ、アフリカ、アジアの軍及びコーストガードに採用されている。エアーアシェンペックスドルニエドゥー228、岡玉空港にて撮影新中央航空ドルニエドゥー 228NGJA34CA 大島空港にて撮影。この他、格安航空会社のエアーアシェンペックスが 元日本エアコミュータの JA8835 と JA8866 を運用したが、資金不足により実際に就航することはなかった。後ろ身であるエアトランセは、余圧キャビンを備えるビーチクラフト 1900D へ、使用機材を変更したため、これらの機材は海外へ売却されている。ありがとうございます。